デスノート、直訳で死のノート。使い方。このノートに名前を書かれた人間は死ぬ。本日午前11時ごろ、神奈川県横浜市のアパートで30前後とみられる男性が血まみれで死亡しているところが見つかり、神奈川県警は殺人事件として捜査。次のお話です。本日正午過ぎ、東京都渋谷区で同居している25歳の女性に暴行を加え殺害したとして、35歳の男、戸藤直樹容疑者が殺人の疑いで逮捕されました。毎日毎日同じことの繰り返し。まったく、くだらねえ。この世は腐ってる。すでに主だった犯罪者の名前は書き尽くし、徐々に悪人のレベルも下げて世の中に知らしめるんだ。僕の存在を、正義の裁きを下す者がいるってこと。そして僕は新世界の神となる。